はい、山田でございます。メンズエステの店長やらせていただいております。研修はしっかりやらせていただいております。これはお店によって違いがあるかと思いますが、まあでもいいお店ほどちゃんと研修しているんではないかとは思うんですが、わかりません。うちの場合は、3時間の研修を、6回に分けてやらせていただいております。最初DVD をお渡ししますので、研修用の DVD それをご覧いただいて、で、お店に来ていただいて、うつ伏せの足から、反復で何度も何度もやることで覚えます。細かい、範囲を、反復でやることで、覚えが早いということが分かりましたので、足先から、もう何度も何度もやります。で、1日目は、足、うつ伏せの足、2日目が背中で、背中がね、一番おそらく覚えるのが大変かもしれないんですが、まあ山場でございますな。で、次表行って、デコルテお腹で、4日目が、3日目がデコルテとお腹ですね。で、4日目が表の手と足、いう感じで、ちょっと鼻水が出ます。今日薬飲み忘れちゃいましてですな、早く花粉症が終わっていただきたいものでございますけれども、まあでもね、しゃあないね、こればっかりは。ということで、4日間で一通りの DVD、 要は一通りのオイルリンパマッサージの工程が分かるわけでございますな。で、5日目6日目で、トータル的なことと、あと DVD にないような施術主義、そして接客を教えさせていただいて、デビューに至るといったところでございます。2日間ね、最近はね、僕も教えるのすごく上手になりましたし、セラピストさんによってはもう1日の3時間で、うつ伏せが終わって、2日目の3時間で表が終わって、もうそこで2日分短縮できてますので、4日でデビューとかっていう例もありますけれどもね。ただ覚えるのが遅い方もいらっしゃいますし、それはそれでね、いいと思ってます。能力というかね、覚えるというのが得意な方と不得意な方もいると思うしね、覚えるのが遅かったからといって人気が出ないとかっていうことではないので、そのセラピストさんに合わせた、研修をやらせていただこうとしております。やらせていただいております。いう感じでございますな。で、この研修、オイルマッサージ、 DVD のマッサージというのは、他のお店だったり、メンズエステではなくて、オイルリンパマッサージのお店だったり、またはあなたが少しやられてね、で、卒業されて独立する際などに、あなたの主義、技術としてベースになるものでございますので、本当にラッキーだと思いますよ。ここメンズエステでね、無料で、しっかり教えてもらえる、というのが本当にあなたの将来に役に立つことだと思ってね、僕やトレーナーさん、女性トレーナーもいるんですが、本当に真剣に、お教えします。ラッキーですよ、ラッキーしつこいようだけどね。夜になってまいりましてですな、もう頭が回転しない。今日はちょっと比較的音声を上げて、もう今日でね、この新しいセラピストさんになる方向けのお話一旦終わりにしようと思って頑張って喋ってるんですが、やっぱり夜になるとね、喋れなくなってきますな。今もう8時ぐらいですかね。やっぱ朝撮るのがベストね。明日朝ちょっと面接とかがあるので、撮れなさそうなのでね、今やらせていただいてますけれども、そんなわけでございますね。本当にね、しっかり、研修してくれるお店、またトレーナーさんがいるお店とかね、そうじゃないお店でも店長さんがちゃんと教えますから、それは、それはだって、メンズエステはオイルマッサージ店ですからね。先ほど安心感の提供という話しましたけれども、それすごく大事だしね。しかも昨日、しかもじゃないけど、優しさが一番大事ですよって話しましたけれども、それも大事だけど、やっぱマッサージもしっかりできないとね、
いけないので、よくあるんですよ、あの研修ないお店でね、DVD ちょっとご覧いただいてお見せして、じゃあこんな風にやって、あお客さん入ったから やってみたいな、そういうお店もあります、ね、そんなできるわけがない、オイル塗ってただあ触ってるだけって、それだけでも癒されたりするんですけどね、うん、それだけでも癒されたりするんだけど、せっかくオイルマッサージのお店で働いてるのであれば、それはしっかりできるようになった方がいいし、よりお客様に喜んでいただけますからね、それはあのちゃんと、できる技術を身につけたらいいと思います。これはまあお客様聞いてない回なのでいいんですけど、他を一生懸命やりながらね、マッサージはデビューしたてってそんな上手ではないです。それはお客様のお体を、まあ、活用させていただきながら、他の部分で満足感を高めながらね、優しさとか、安心感とかで高めながら、マッサージはちょっとお客様のお体で、ここで、これは言っちゃいけないけども練習させていただくような、イメージでもあのよろしいかと思います。その分優しさでしっかり癒してあげれば、お客様納得してくださいます。男性のお客様優しいからね、女性が優しくないと言ってるわけではないんですが、うん、基本優しいですよ。一生懸命額に汗して、新人セラピストさんが頑張ってたら、不慣れな中ね頑張ってたら、もちろんクレームなんかも言ってこないしね、あのおっしゃらないし、あのじゃあ練習と思ってやっていいよなんていう言葉をかけてくださる方も結構多いんですよ、うん、皆さん優しい、うん、なのでね、あの安心してあのねデビューしていただける環境が整っております。ですのでね、あの本当に自分の技術を身につけるいい機会だと思って、そしてデビューしたらあの結構なお給料もらえますからね、初日から、うん、いいと思います。で、研修期間はあの無給のところが多いと思います。業務委託のお店でございますし、お給料は出ませんよと、研修は無料でお教えしますけどお給料は出ませんよっていうところが多いと思います。ただね、6日間うちだったら6日間働くじゃん、あ6日間研修で覚えるじゃん、その6日分の時給分ぐらいはすぐ稼げるから、うん、それはねもう息を止めてこの期間は、ただであの技術を学べてラッキーと思ってね、参加していただければ、デビューしたらねもう本当に初日からですよ、ね、新人セラピストさん、ね、技術もそんなに高くない、けれども通常の料金の、お給料いただけるわけですからね、うん、やられたらいいと思いますね、うん、メンズエステの研修受けてみたらいいと思うよ。でこのメンズエステ、ね、癒しとかねその安心感とかも含めたマッサージが、まあ、主流になっていくと思うしね、さっき話しましたけども、コンビニもいろんなサービスやり始めたように、ね、メンズあのマッサージ屋さんだって、マッサージだけじゃなくて癒しだったり安心感だったりドキドキ感だったりそういうのをあの提供するようなお店が増えてくると思います。うん、その中でメンズエステで学べるのであればね、癒しとか会話とかもね、あなたの今後の人生に生かせる内容でございますので、いい機会だからさ勉強してみたらいいじゃんそれは、うん、で、デビューして、研修 時代の時給分ぐらい稼いで、だってさ普通の仕事だったら日払いじゃないからさ、1ヶ月後とかじゃん、15日後とか月末で締めで15日払いとか10日払いとかだったりするわけでしょ。時間かかるところだったら25日払いとか、翌月末払いとかね。そう考えると例えば4月1日から研修始めてね、6日間でデビューしてもう4月の中頃からは、日払いでお給料もらえるわけだから、うん、そう考えたらね、そして研修時代の時給分ぐらいはすぐ稼げるって何度も言ってますけどわけだから、決してマイナスではない、リスクではない、そして技術が残るっていうね。もしちょっとこの仕事はできないなと思ってもだから引退しても技術が残るからね、うん、もういいことずくめですな。これはねやらない理由がないと思うし、4月でねこれから気持ちも新たに、新しい年度がスタートするわけじゃないですか。うん、メンズエステ
の門叩いてみたらよろしいと思いますよ、いっぱいあるでしょ近所に。でまあ変なお店しかないようなエリアの方であればね、新しいお店必ずできるから。今だって免税してどんどこ立ってますからね、それまで待ったらいいかもしれないし、あとは免税、まあ過去に話したことありますけれども、泊まり勤務とかね、サロン泊とか、そういうのもできるお店も、ま、がほとんどだと思いますので、ちょっと金券とかね、近くの市の、免税してちょっと泊まり勤務で働きたいんですけどとかって言ってね、店長さんと相談すれば心よく受け入れてくれたりもすると思いますのでね、ぜひねいらしていただきたいですな、一緒にね癒しのお仕事メンズエステの業界盛り上げていきましょうよ、もう何度も話してるけどね、こんなにいいお仕事はないと思ってるし、人様に癒しを提供してね喜んでもらえてね、それが自分のなんか生きる意味にもなるし、これだけ喜んでもらえるんだ私だってっていうね、人に役に立つって